角野卓造さんといえば、渡る世間は鬼ばかりの、好楽天主役などで知られる俳優ですが、近年は近藤春菜さんの、角野卓造じゃねえよでさらに認知度が高まっていますね。また、ドコモ CM での近藤春菜さんとのラーメン屋経営の親子役での共演も話題になりましたね。その近藤春菜さんを、恩人、と呼ぶ角野卓造さん、一体どんな人なのか。結婚や嫁、子供など家族、身長や年齢、高校大学、経歴などをウィキプロフィールとともに調べてみました。角野卓造さんのプロフィール。名前、角野卓造、角野卓造。本名同じ、出身地、東京都。生年月日、1948年8月10日。年齢、69歳、執筆時。身長、168センチメートル。血液型、O 型。学歴、学習院高等科、学習院大学経済学部経済学科卒業。職業、俳優、所属事務所文学座。角野卓造さんは1948年、元広島県議会議員の父親と、東京の医者の娘である母親の間に、東京都で生まれました。生まれて間もなく広島県、大阪府へ転居し、その後東京に戻り、学習院高等科を経て学習院大学経済学部に進学。高校、大学時代を通じて演劇部に所属し、1970年に文学座研究所に入所。72年に、飢餓海峡で初舞台を踏みます。ちなみに、若い頃の角野卓造さんの姿がこちらです。今とだいぶ雰囲気が違いますね。野生味を感じます。以後、数多くのドラマ、映画、舞台に出演。特に TBS のホームドラマには多数出演しており、橋田壽賀子さん脚本の、渡る世間は鬼ばかりのラーメン屋、中華料理屋、好楽天主役はよく知られています。泉ピン子さんについて、角野卓造さんと近藤春菜さんはお互いに恩人。角野卓造さんといえば、近年では女芸人コンビハリセンボンの近藤春菜さんと外見が似ていることもあり、その持ちネタ、角野卓造じゃねえよでさらに認知度が上がっています。以前は、名字の、角野を、墨の、角野、と呼び間違えられることも多かったそうですが、このネタのおかげで最近はちゃんと名前を覚えてもらえるようになったのだとか。そのため、近藤春菜さんのことを、恩人、として感謝しているそうです。一方の近藤春菜さんにとっても、角野卓造さんのことは、恩人で、いくら感謝しても感謝しきれない、のだとか。どうやら、近藤春菜さんは、芸人1年目から、同期の芸人たちから、角野卓造さんに似てる、と言われていたようです。それから少しして、ロンドンハーツに出演した時に角野卓造さんに似てると言われますと自己紹介。その後、司会の田村敦さんに、角野さんと呼ばれた際、オウム返しが精一杯だったという近藤春菜さんが、とっさに、角野卓造じゃねえよと叫んだことが、このネタが生まれるきっかけだったのだそうです。このネタは大受けし、以後、近藤春菜さんの露出は急激に増えることになったのだとか。その後の近藤春菜さんの活躍ぶりは、よく知られる通りです。近藤春菜さん、角野卓造さんの正しい名前を広く認知させたことで、恩返しができた、ということのようですね。次ページ、角野卓造さんの結婚。妻は倉野明子さん。子供は角野卓造さんの結婚。妻は倉野明子さん。子供は角野卓造さんは1980年頃、女優の倉野明子さんと結婚しています。倉野明子さんのプロフィール。名前、倉野明子、倉野明子。本名、角野明子、角野明子。出身地、富山県。生年月日、1947年7月3日。年齢、70歳、執筆時。
血液型 A 型、職業女優、所属事務所文学座。倉野明子さんは1947年生まれの富山県出身。角野卓造さんの1歳年上になります。1967年に文学座研究所に入所し、69年に握手でデビュー。71年に座員に昇格します。倉野明子さんは文学座では角野卓造さんの4期先輩にあたります。同じ文学座の座員だったわけですが、交際のきっかけとなったのは、1977年初演の別役実三作藤原新平さん演出の舞台、西向く侍での共演だったのだそうです。その後二人は結婚し、1981年の舞台、ハムレットを最後に、倉野明子さんは出産、育児のため女優を休業します。そして1995年、倉野明子さんは14年ぶりに舞台、三人姉妹で復帰。さらに同年、野脇立つ、で舞台初主演を果たし、同作品により紀ノ国屋演劇賞個人賞と、読売演劇大賞優秀女優賞を受賞。以後、現在に至るまで文学座に所属し、舞台をはじめ、数多くのドラマ、映画に出演。なお、2007年には二人の交際のきっかけとなった、西向く侍の続編にあたる、犬が西向きゃおは東で、28年ぶりに夫婦共演を果たしたことが話題になりました。倉野明子さんは2017年に古希、70歳を迎えましたが、2018年公開の映画、棘の中にある奇跡笠間の栗の木の下家、では心優しい栗農家のおばあちゃんを演じるなど、現在も現役の女優として精力的に活躍を続けています。角野卓造さんの子供、角野卓造さんと倉野明子さんには息子さんが一人いらっしゃるようです。角野卓造さんの子供については、娘で検索する人が多いようですが、娘さんはいらっしゃらないようですね。推測ですが、風貌が似ている近藤春菜さんと親子共演したことなどから、娘で検索した人が多かったのかもしれません。息子さんについてですが、大学に通われていたことは明かされていますが、それ以外の名前や職業、写真画像などの詳細は出回っていないようです。なので、芸能関係ではなく、一般のお仕事に就かれているものと思われます。母親の倉野明子さんが1981年に出産、育児のために女優を休業したとのことですので、年齢は30代後半くらいでしょうかね。現在は立派な社会人になられているものと思われます。以上、角野卓造さんについてでした。